こんにちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、前回ですね、ここにあるおやつ、一つずつ紹介しました。今回はですね、このおやつ10種類の中から、ハムちゃんがどれが一番好きなのか、ランキングつけたいと思います。どれもね、とても食いつきが良くて、何が一番好きなのか気になると思います。今日はそちらを暴いていきたいと思います。そして、昨日の引っ越しの件で、チップちゃんの心配をしてる方たくさんいたんですけど、もちろん、チップちゃんも一緒に引っ越しします。それは、もちろんです。そう、前回なんかおやつあげすぎっていう意見もあったんですけど、タイトルに前回おやつって入れてたんですけど、実際に主食となるものもたくさんありますし、量も丸々1個あげてないので、今回も調整してあげたいと思います。それでは1個ずつね置いていきます。ちゃんとどれが何かを覚えておかないとね難しいからね。まず納豆、納豆は大豆なのでこれは体にいいですね。まあ、こんだけ置いときます。納豆の匂い一番本当にきついですね。だから見た目を覚えて、これが玄米ポップ、いりこは分かりやすいね。玄米ポップと麦ポップのね区別がなかなか難しい。どっちポップが好きかもね分からないから、こっち玄米こっち麦、これ大きいでしょ、こっち細長いでしょ、これが違いかな。まあ煮干しですね。これは全部食べないので途中で回収します。でチーズ、チーズはもうねあらかじめちょっと小さめにしておきます。これぐらいかな。はい、泡ボール、これも大好きだったね。途中回収っていう感じで1個置いときます。そしてこの虫、虫食べるんですですね。虫が練り込まれたやつだと思います。そしてグリーンピース、ベリーはちょっとねさすがにちぎります。そしてお豆腐、これはもう大豆でできてるから、まあ量の問題で半分ぐらいかな。はい、こんぐらい、これでいきます。ちゃんと自分が言えないとダメだから、豆腐、ベリー、グリーンピース、虫食べるんです、泡ボール、チーズ、納豆、玄米、麦、いりこです。チップです。おはよう、チップ。ということでチップちゃん登場していただきました。早速選んでいただきましょう。チップ、チップ、チップちゃん、チップちゃん、真ん中から入ってもらおう、チップには。さあ、チーズ、そうだね、やっぱりチーズは大好きだよね。泡ボール、やっぱり隣にあるからだったかな。でも泡ボールもすごく食いつきは良かったので、これは間違いはないとは思います。続いてくしくしそれはね虫だね。虫食べなかった。お、食べない食べない食べないよ。選んでます、選んでます。チップグリーンピースは食べない、ベリーは食べる、これはもう予想通りだね。お豆腐好きなんだ、意外です。いいじゃん、ヘルシーだし大豆でね体にもいいし、これは嬉しい。グリーンピースが下に挟まってる、もちもちチップの下にグリーンピース挟まってる。あれ、虫食べないんだねチップ。さあ、まだまだ選べよ。あれ、麦ポップ系とかポップ系食べないんだ、麦と玄米ポップ。これは意外な結果です。おー、食べた。もう諦めてますねこれは。なんか優先順位は低め。それでも虫食べないんだ、ちゃんと選んでる。やっぱりもう食べないですね。はい、カン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 カーン。まあね、この前たまたまいりこ数入りついてたんですけど、食べないんですよ。ちなみに、玄米ポップ食べたけど、あ、手渡しでちょっとかじったけどやめた。玄米と麦ポップだと、玄米の方がいいのかな？ちょっとね、美味しいの先に食べちゃったから、もうね、これいらないいらないって言っちゃってるんだよね、きっと。チップちゃんの結果発表は、チーズで2位が泡ボール、3位ベリーで4位豆腐、玄米ポップを食べた後に、ちょっと迷って麦ポップを食べました。うわ、グリーンピース蹴っ飛ばした。今は美味しいものがたくさんあったんですけど、そこら辺のバランスを取れば、ちゃんとグリーンピースも食べてくれるので、バランスよく与えてみたいと思います。うん、かわいいね。お水飲む飲む。かわいいね。おててかわいいね。ということで、チップでした。バイバーイ。